プレーナンバー4の28、リードエフォート、セカンダウン14、ボールオンハーフウェイ。2ダウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。ここで試合終了となりました。佐藤建設スタンディングベアーズ0点、リードエフォートエールズ22点でリードエフォートエールズの勝利となりました。リードエフォートエールズは2回戦進出となります。これで表彰して終わります。今一度両チームに大きな拍手を。